もしうまく呼び出せたとしても、直接話せるわけではないんです。そうなんですか。もし直と話ができなくても伝えたいことがたくさんあるんです。お母さん知らなくてごめんねって。だからお願いします。直のブラシから集めてみたんですが。なおさんは自殺されたんですよね。はい、突然だったんです。そんなに悩んでいたなんて私気づいてあげられなくって、母親失格です。だから本当にごめんねって伝えたいんです。ここに、奈緒さんいますよ。聞いてますよ。なお、今日は皆さんに悲しいお知らせがあります。これまで一緒に勉強してきた金島博美さんがお亡くなりになりました。金島博美さん殺されたんだって。事故じゃなかったの？博美のお葬式いつになるのかな。警察が解剖とかしてその後になるって。嫌だな。なんか死んだ後とかに体とか切られるの。もう死んでるんだから自分は何も感じないよ。いやでもお母さんとかかわいそう。やっぱこれって呪いかな。やめてよ怖いこと言うな。でもリーナやめよ。ゆかだって見たでしょあの写真。あの後すぐにヒロミ助けてって。グループみんなで見てたけどどうすることもできなかったんだよ。でもどこにいるのって書き込んだけど返事なかったんだ。仕方なかったんだよ。怖かったねきっと。うん、やっぱ呪いだよ。あなたたち何してんの。ホームルーム始まるよ。はい、はい、はいはいはもしもし。はい。井上先生。はい。明日、緊急職員会議ですね。わかりました。はい。お疲れ様です。どうしたん？この時間に。やっぱりさ、ひろみなんかの呪いで死んじゃったのかな。ねえ、かよこまで。だってリナが呪いだって。もうリナよ。でもあの写真、暗いところだからブレただけじゃない。そもそもひろみが誰に呪われるっていうの。そんな子じゃないよひろみは。人じゃなくても場所とか。場所？
恨みとか呪いが特定の場所に集まって、そこに関係した人は呪われて不幸になっちゃうとか、かよこ死んじゃうとか、そういうの。怨霊がたまるというか引き寄せられる場所っていうのがあるのね、まあ、普通の霊は怖がらなくても平気、まあ個人的な愛憎で特定の人についているっていう場合もあるけど、まあそれでもただいるだけだから。だけどね、強い恨みを持った霊は恨みに飲み込まれて、より大きな恨みに飲み込まれていくの。そんな恨みの集合体が蓄積されていくような場所には近寄らない方がいいわね。それって心霊スポットのことですよね。廃墟とかトンネルとか、まあいわゆる心霊スポットって言われてる場所の方が多いんだけど、自殺のあった部屋とか。その場合隣の部屋はどうなるんですか？隣は直接的には関係ないと思うけど。けど？まあそこに暮らしている人との接触はあまり良くないかもしれないわね。あの学校の教室ってこともありますかね。いや実はですね、今心霊ビデオの制作をしておりましてですね。あ、それ言いましたけど、で実はその自殺。これってどっかの部屋だよね。これ服じゃない？え？本当だ。これ服だよ。壁にかけてあって、これが袖だよね。なんか男物？男物だよこれ。男物？え？なんで？おしゃべりしてるんだったらさっさと帰れ。はーい。お前らも分かってるだろ。あんなことがあったんだから、明るいうちにさっさと帰れ。3人で何やってたんだ。先生先生、これひろみが死ぬ前に送ってきた写真なんだけど。お前ら死んだ人間のこと詮索するね。これ以上詮索してるとまずいことになるぞ。はーい、もうしません。こっちしか撮れないのよ。すいません。テレビの取材だって言うから引き受けたのにさ、三流のビデオ制作会社じゃない。何考えてんの。すいません。もうタバコ。あ、はい。すいません、買ってきました。やばいわね、ここ。ペルキナユカさん。はい。お友達の金島ひろみさんがお亡くなりになられた件で、ちょっとお話を伺ってもよろしいですか。はい。明日一緒に投稿しよう。いいよいいよ。じゃあ明日ね。バイバイ。あれ先生、もしもし。今日見せてくれた写真のことだけど。刑事さん、ひろみ、妊娠していたんですか？ええ。心当たりないですか？
ひろみさんの交際相手とか。ひろみさんと仲良かったんですよね。何か知ってないですか。いえ、わからないです。あのさ、友達が殺されてるんだからもっと真剣に考えて。あの刑事さん、ゆかさんの学校の島袋先生。先生がどうかしたんですか。先生がどうこうじゃないんですけど、先生の住んでるアパート以前から事件が多くて。あ、いや結構です。すいません、こんな時間にお母さんお邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱりここか。入るよ。あかねさん、どうしたんですか。ちょっとあかねさん、あかねさん、あくそ、もうなんか適当なこと言って、管理人から鍵借りてきて、ね、早く。バカにして。行くよ。久しぶり。いらっしゃいますよ。私たちの話聞いてますよ。なお、違う。え、なおじゃない。その後除霊しようとしたんだけど、その時の私には手に負えなかったの。でも現象が収まったからそのままにしてきた。こいつ怨念を消してみせるのがうまいわ。まだこの部屋にうろうろしてたとはね。処理するよ、早く。はい。何人の人を殺してきたんだか知らないけど、ずいぶん恨み集めて立派な集合体になったじゃない。でもね、私もあの時の私とはちょっと違うよ。リナはいないって。何、リナが行方不明なの。電話も取らないし。あの後一緒に帰ったんじゃないの。ここで別れててっきり家に帰ったと思ったら、リナのお母さんから電話って。リナ知らないかって。で、リナのお母さんは。お子さんも探してみるってね。どうしよう、リナもヒロミみたいになってた。変なこと言わないで探そう。ヒロミ、どうしたの。かよ、あっち。Thank you.
島袋先生。先生。開いてる。島袋先生。先生？先生？リナ知らない？いなくなっちゃって。先生？大丈夫？わかった。えらい勘違いしてたわ。ねえ、私のカバンちょうだい。あの時あんたのお母さんは奈緒じゃないって言った。その言葉ですっかり勘違いしてたよ。確かにあんたのお母さんはあんたの外側しか見てなかったし、
あんたももうすでにこの世のものじゃなくなってたもんね。ナオじゃないって言われても仕方ないか。取り込まれてたのはあんたじゃなくて、あんたがここにいた全ての音量を取り込んだ。そうよね、ナオさん。終わりにしよう。なんで？LINE しちゃった。本当に本当にごめんなさい。ヒロミ、ごめんね、ごめんね。こんな嘘だ。こんなヒロミ、ごめん、ごめんね、ごめんなさい、ごめんなさい。
現役の教師が教え子を刃物で殺傷し、自らも自殺するという大変痛ましい事件のあった高校前です。自殺しました島袋秀樹容疑者ですが、今月の3日、自らが担任を受け持つ女子生徒を刃物で殺害、その後さらに3人の女子生徒を刃物で切りつけ、また現場に駆けつけました警察官の目の前で持っていたナイフで頸部を切り自殺しました。教員が教え子を殺傷するという大変信じられない事件が起きてしまったわけですが、島袋容疑者を知る関係者からは、普段は非常に穏やかで、また生徒からの信頼も厚く、こんな事件を起こすなんて信じられない、そういった証言も寄せられております。島袋容疑者に一体何があったのか、事件の真相究明が望まれます。リナ、いつ退院できるって？早ければ来週くらいってリナのお母さん言ってたけど、学校に来れるのはまだ先みたい。仕方ないよね、あんな目にあったんだもん。うん、もうすごいのよ、心霊ビデオ売れまくっちゃってまあ私のアドバイスのおかげなんだけどね。うん。え？テレビの出演？ああ、私何かといろいろ忙しいから、まあギャラ次第ってプロデューサーさんに言っといてくれない？うんうんうん、じゃあよろしく。はい。ビデオそんなに売れてないですよね。何言ってんの、押し出しよ押し出し。甘く見られたらね、成功なんてできないのよ。どうしたんすか？あ、うん、なんでもない。トークトーク、What is the meaning? 意味は？話す。そう、話すね。私に話して。Talk to me. じゃあ、あなたの友達に話しかけて。Talk to あなたの友達。じゃあ、行ってみよう。池城くん。はい。Talk to your friend. そう、Talk